E1 ですね。E1。京都方面行きます。シートベルトしてる？めっちゃしてます。はい、E がシートベルトせんかったら俺が減点されるから。あ、シートベルト減点ないんか？あれで？あ、減点はあるけど罰金はないんか？で、罰金なんて。罰金ないで、多分。シートベルトはある？一減点。え、罰金あるの？シートベルトないか？携帯ちゃうで。あ、そう、あんの？バッティング。あ、ないと思うけどな、シートベルト。体験があるっていう。あ、そうなん、じゃああんねや。まあ、誰かが言ってたみたいな。体験、あ、まあ、俺の知ってる同行方法、ちょっと古いからな。新しくてもあったかもしれない。あ、どう？下でも行ってる。え、落ちてんの？落ちてる。あ、はい、ETC カード、OK。名神スイッター、35番です。ナビさんかな、ちょっと最近サボったんね。サボってるというか、サボってはいないんだけど。はい、西宮ではございません。京都方面です。はい、本線入りました。はい、ですぐに茨城市です。支店通りの絵があります。とりあえず名神高速道路本線は流れてますね。雪もありません。路面凍結は今どうないです、はい、車の量は結構多い感じです。梶原第一トンネルの前です。これなんか上、多分新名神のバイパスの工事してるのかな。ここよく混むね。朝あの刑事バイパスがめっちゃ混むから。天王山トンネル。天王山。天下分け目の戦いが。多分一回この時間ぐらいにあそこちょっと使ったことあるんで、淀駅行くと車で。ちょっと混んでた。東に入り口です。僕らは東に入り口です。
滋賀県入りました。17.09 は何年比、あ、ちょうど100キロ大阪から1時間34分です。プラス4度です。9時45分スタートです。トイレめっちゃ綺麗でした。いぶき26キロ、タガ6キロ、あ、そうか、今回タガで休憩せんかったな。西明寺とんねんけど、あ、西明寺か、濃いのやから、錦鯉のやから確かに短かったなと思う。後藤三山 SA から3キロぐらいで多賀、多賀 SA です。ここは今回は行きますね。トイレだけ行くんやったら後藤三山 SA で十分ですね。ここだから新幹線と並走するのかな、これ。彦根関東に、原橋、彦根市や。すげえ。わお。かっこええ。初めて見たからこんなかっこいいみたいな。すごいね。あ、いつもなんかぼやけて何も見えへんけどさ。冬やな。
神々しいな、伊吹山が。はい、ここから北陸道です、皆さん。さあ、ここからまた北陸道というまたちょっとおもろい道行くぞ。うわすごいな、あの山。いいね。いいの8ですね。今のところまだ積雪なし。米原市です。ここめっちゃ紅葉綺麗な。長浜トンネルですね。長浜トンネルはあるんですね。水畑パーキングエリアで休憩です。下ちょっと雨が急に降ってきたんで走ります。あ、雪、あ、雪や、レギュラー185円、195円。あ、雪あるやん。あ、雪出てきた。あ、ということはやっぱ水畑が、まあ、分水嶺じゃないけど分雪嶺みたいな、今12月17日。結構来たよ。おーい。あ、何これ。屋根の上に。屋根の上。何これ。これより。これより山岳地帯。そうやな。山岳地って書いてあるね。どういう意味やろ。読めた。まあタイはなかったけどな。山岳地やな。グーな。ということはここから山に入るってこと。あ、もうええな。やっぱり静ヶ岳はあれ峠やねん。だからあそこ越えるとなんかちょっと福井に入るんですよね。なんか多分これからはこれが普通の景色になるんやろうなって感じ。初めてだね今年。初の雪注意掲示板ですね。もう遅いよ雪注意は。下り坂6km。柳瀬トンネル来ました。おお。これ柳瀬で結構なんかあれやん、北陸道、旧北陸道か、北陸線か、電車の柳瀬トンネル、トンネルがあって面白いトンネルがあって、から結構ほんま路面凍結は気ぃつけながら、スタッドレス履いてるとです。お、福井県入った。やった、敦賀市です。お、雪降ってきたね、ちょっと雪か雨かわからんけど、あられかな。トンネルのさ、入り口案内してるやん、カバーかけてるやん、うん、これなんか雪対策らしいね。あれは雪対策、ね、うん、雪がなんかすんないでしょ。チェーン着脱量、それが1キロ。
岐阜来た。土砂崩れあったとこ。今年の夏に34キロ。お、鹿島狩り来ましたね。出口ゆきやって、お、鹿島狩り大三トンネル。ちょっと注意して走りましょう。まあ、こっち注意って。あのトラックなんか一回めっちゃ凹みあった。ん？あの前のトラックさ、横に凹みがある。あ、そう。凹むというなんか出てる、出てる。ボイ？あ、ランクルやな。日本海よい。うん。うん。違う、あれかな、駿河湾かな。わあ、あれは海だ。いや、あれはね、池だ。池じゃない、海だよ。はい、水図トンネルです。なるほど。羽原と水図の間に、間から海。ね、次の水図マーキングエリアは結構、眺めがいいねんけど、まあ、ここは行かねんけど、ここ一回こうしたら水図行ったことある。2階かな。ここでご飯食べたの覚えてるわ。ちょっとこれね、海が見えるよ、ここ。その、スイズ。面白いよ、ここ。スイズ。池が行く。池が行く。ほら、見えてきたよ。あー、ちっちゃい池。あー、ちっちゃい池な。僕なんか、あれで、あれは、ガチャッと開けてガチャッと閉めたらもうすぐだ。あいつるだと思うよ。2930m だったから長かったな、つるがとんねる。周りすごいぞ、雪。一段と雪深くなっていた。これぐらいの雪やったらちゃんと除雪してくれとるな。これぐらいで余裕やね、除雪を。余裕というかできない。4% 下り、高度ね。4.5% 3トンぐらい。1300。結構勾配きついですね。17.2km。
56キロ。はい。休憩。12時35分ですね。出発。だんだんなんか混んできたやろ、これあれちゃん、自己渋滞ちゃう、これ先までなかったやん、こんな混むこと。混んでるやろ、今までの感じだと。だって今までこんな車が鹿に入ったことなかったもん、この北陸道入ってから。あ、まああの石川のな、金沢とか結構車多かった気がするけど、それでもだいぶ離れてるしな、かな。岐阜方面、次の給油所 98km、 この小矢部川パーキング過ぎたらあと 100km 近くガソリン入れれませんよとか、高速上で。まあ、ゆうずちゃんも入れたしな。でしかも俺ら岐阜行かへんし、うん、俺らと立山インターから富山で岐阜は行きますね。ええか、これここ入らんで。いいよ、トイレ大丈夫、うん、無理してんときは、まあ、別にここ以外もあるからいいけど。いや、俺らはあの立山、やっぱもともと雨晴らし行ったところ。そうだ、雨晴らしとかあの辺りに響いてる。新潟まで271キロ。まあ、僕ら新潟行かないですけど、まあ、新潟は遠い。あと1時間くらいな、新潟に。じゃあもっともっと2時間、3時間くらいかな。なんか景色良くない？曇ってる。
や、すごないこれ。うおぉ、雪がすごい。あ、出てきた出てきた。富山6キロ、流れ杉12キロ、立山18キロです。あ、脇見注意、航空機通過。だから飛行機をこうやって、お、飛行機やな、珍しいかな。あ、知らんけど、まだあったよ、これ。あ、あ、神通、神通川や。神通川、神通川。これ富山出口じゃない。流れ杉パーキング、流れ杉パーキングエリア。なんせあの山がすごい。この山見てこれ、すごい。この裏がもしかしたら長野県なのかなっていうか、長野とか新潟とか、いわゆるこう立山連峰ってやつやな、これ多分。上岸寺川、上岸寺、上岸寺、上岸寺ってなんか聞いたことあるで。あれに出てきたよな、通り辺に。うん、そうそう、あんな関係ある。立山インターチェンジの出口を出ます。よっしゃ、行くぞー、ういよー。立山上市北陸道23 1km 道なりです。早いな、気が。気が早いな。なんでそんな気が早いんだよ。23番料金所ですね、立山。なんか雪国の出口って感じだね。雪国の氷の味っていう感じで。はい、ちなみに8000、右方向です。はい、8030円でございました。今じゃあナビさん言わへんねん、このナビさん。もう最近落としてパパが今言おうとしたときに、若いナビさんが、若い方のナビさんが、はい、とりあえず8300円です。イエーイ。答えが見つかりませんでした。はい、分かった、まあ、いいよ、それ見つからなくて。ルートに沿ったからの検索結果を表示しています。あ、やばい、なんかやばい、変なとこになったぞこいつ。いや、もういらんいらん、そんなんいらん。はい、ナビ開始。はい、右方向です。よかった、なんかまたいらんことこいつやろうとしてる。でもいらんことやんなよ。あ、いやいやいや、もうだ、黙って黙って黙ってて。おっ、3キロメートル道なりです。これが、県道3ですね。ちなみに自宅から366キロ、4時間47分です。